3人に頼みがあるの。あ、生徒会室のどこかに隠されているバナナ文書を取ってきてほしいの。学校のスキャンダルが記載されている文書とだけ。もしそれが事実ならプライバシーの侵害だと思わない？だからお願い、あなたたちにあの文書を盗んできてほしいの。みんな聞いて聞いて、じゃあクワガタに取ってきてもらうのです。あ、なんでクワガタ？クワガタ使ってやるんだよ。世界の常識みたいな顔して言わないでくれる？クワガタが言うこと聞くわけないじゃん。大丈夫だって、クワガタちゃん。いや、ファントマン、もう名前つけちゃってる。そして花子はクワガタを鍛え始めたのだった。来る日も来る日もクワガタに並々ならぬスパルタ教育を施し、ついにその日はやってきた。鍵かかってる。まあ任せて、ファントマン、お願い。よーし、よくやった、鍛えた甲斐があったぞ。ああ、私の知ってるクワガタと違う。回り続ける、車にはなり下がらない、平気を念じる、天井から始まった地獄。遊び半分で神が導いた盤上の世界。 No 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 Game No Life。 古い平庸を、まあ任せて、ファントマン、お願い。よーし、よくやった、鍛えた甲斐があったぞ。私の知ってるクワガタと違う。ならプライバシーの侵害だと思わない？だからお願い、あなたたちにあの文書を盗んできてほしいの。みんな聞いて聞いて、じゃあクワガタに取ってきてもらうのです。あ、なんでクワガタ？クワガタ使ってやるんだよ。世界の常識みたいな顔して言わないでくれる？クワガタが言うこと聞くわけないじゃん。大丈夫だって、クワガタちゃん。いや、ファントマン、もう名前つけちゃってる。3人に頼みがあるの。あ、生徒会室のどこかに隠されているバナナ文書を取ってきてほしいの。学校のスキャンダルが記載されている文書とだけ。もしそれが事実なら。そして花子はクワガタを鍛え始めたのだった。来る日も来る日もクワガタに並々ならぬスパルタ教育を施し、ついにその日はやってきた。鍵かかってる。